三雲茂春は宮城テレビの元アナウンサー。現在は宮城テレビ報道制作局次長と情報センター長を兼務している。大阪府堺市生まれ。岡山県立岡山朝日高等学校、早稲田大学小学部卒業後、1986年に宮城テレビに入社。かつてはベガルタ仙台や高校サッカー等のサッカー中継の実況を担当していた。 全国高等学校サッカー選手権大会の中継では全国放送となる準決勝の実況や優勝インタビューの担当も任せられていた時期もある。2006年度大会をもって卒業。一時期は種目に関わらず宮城テレビのスポーツ実況を担当していたが、その後は部下の伊藤拓、下科高一に譲り、自身はスポーツ中継の制作者として活動していた。 2011年7月からはアナウンス部長と宮城テレビ報道制作局情報センター長を兼務していたが2012年3月限りでアナウンス部を離れ現在は報道制作局次長と情報センター長を兼務している2012年10月13日より全民の竹原淳に代わってボス魂にレギュラー出演することになった 熊本県民テレビの本橋香る、元山形放送の秋山博康は、同じ日本テレビ系列の同期にあたる。ありがとうございます。